さあ雪の国へ出発。ほいということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ出発していきますか。さあ今回は誰で行こうかな。何誰。はい、キャンディーさん、そしてプーさん再び、はい、リミちゃん、この4人で行こう。お、もう一気に行けるやん。でっかいピョン出てくるんじゃない。どうかな。え、でも今回、え、どう、攻撃強い子たちなんじゃない。あ、でかくない。あ、なるほど、ピカピカのピョンやん。行くよ。何ピョン。すごい激レアピョン。でも周り緑ばっかりやけんね。え、待って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 、やばい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 。え、怖っ。え、怖っ。ちょ待って、激レア怖っ。え、頑張って頑張って。これ体力どれぐらいあんの。いやー怖いよ。一気に体力が奪われていく。超回復料理つら。待って、ちょリミちゃんとかやばいやん。確実に一発やん。はい、スキルベルアップ。でも多分まああって体力10ぐらいなんじゃないかと思うけどね。こんだけ強いんやったらケチってないでちゃんと作れよ。回復だぞ回復。いけー。さあここは手助けめちゃくちゃ大事やと思う。おーおー、あんだけ準備して3なのね。3、4、つら。もうあいなはずっと料理作りよらんといかんね。多分どうしよう、キャンディーさんとか復活させとかんと。と命、はい、復活。さあ頑張って頑張って。え、なに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 。え、消えたんだけど。やめてよ。えー、何やってんの、消えるの。どういうことや、つら。お願い叶えたのこれ。いや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 、消えましたけど。え、消えましたけど、つら。絶対あれやっつけとったらさ、いいものも言ってもらえたか、言ってもらえたやろ。どういうことや、お金もいっぱい入ったと思うのに。くっそー。着物ローブが欲しいです。トリミちゃんやね、着物ローブ。さあお願いします。いや、これは MP 飴やな。ですよね。 MP 飴を1個ゲット。さあそれじゃあお小遣いは726円しかないけんね、無理だな。ゴシックパンクかわいい、欲しい。さあそれじゃあ次のお願いを叶えに行きますか。次のクエスト。お、ミラさん、そしてくるみーん。お、リミちゃんもう一回行く、行こう。リミちゃんちょっとねレベル低いけんね、上げていかねば。これ解決したら一旦報告しに行かんといかんのかな。そうやったかな。3時やん。あ、どうも。むむむ。あ、君は調子はどうだい。あ、別に報告はいらんのか。でででだいようや。じゃあちょっともう一回行きますかね。雪の国、雪の国初のところよね、ここも。さあ一緒に行きましょう。ほんと、ありがとう。じゃあ早速行きましょう。
さあ、雪の国へ出発。ってことで、新たに行けるようになった雪山の国。かわいい。ドラゴンめっちゃ合うんだけど。氷の大地。すごい綺麗な場所やね。雪の上にバフって倒れたい。あれ一回やってみたいんよね。見てる意味ね、一面真っ白。雪がふわふわだ。本当だね、ふっかふか。幻想的だね。すごいね。楽しそう。めっちゃキャッキャウフフストしとるやん。でも雪で、なんかどこまでも同じ景色みたいな感じ。かわいい、銀ちゃん。いやもうモンスターまでかわいいとか、ね、いいね。癒されるね。やっつけちゃうんですけどね。ライトニング。お、いいぞ、いいぞ。どうだ。かわいい、滑ってくる。でもやっつけないとだからね。みんな格好が寒そうだよ。めちゃめちゃ寒そうだよ。どうだ。よきよき、勝てたね。ペンギンのおやつ。本には何でも書いてある。まあ、本にはいろんな情報があるね。何の話なんだ。え、これはさ、一緒に来てるパチリは戦ってないのと思ったんだけど、戦闘参加してる？ジョーカエルジュースゲット。なんかいないような気がするんですけど。あの怪物図鑑で見た。私小さい頃図鑑見るのめちゃくちゃ好きやったんやけど。旅の疲れで険悪なムード。気をつけてよ、そっちこそ。揉めないの。ああもう堪忍袋爆発。何？何で揉めたの一体？何を気をつけるの？いけてるね。私もそう思う。何がかは分からんけれど、とりあえず同意。インテリデビルや、インテリデビル。かわいい。なんかもう声もかわいい。いけ！しかし、もうね、二人がかりでやっつけていくっていう。かわいいけれど。エクスプロージョン。頑張って頑張って。やばい、ミラさんの体力が危うい。あ、でもリミちゃんの方が体力やばいな。でもリミちゃんはレベルが低いけど、まず、お、好きレベルアップ。2人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。爪を研いで気合を入れてね。上回復料理召し上がれ。ごちそうさま。インテリレベル結構かかるね、時間。かっこいいよ、ミラさん。あ、パチリちゃんと戦闘参加しとったわ。今更ながらちゃんと戦闘に参加しとった。見えてなかった。勝利。勝てたね。雪男は一体どこに出てくるだろうか。まだまだ先かな。お、助けた人が1500人になったので、神の力の目覚め。 HP ふりかけ増量。 HP ふりかけのサイズが480から500になった。 MP ふりかけ増量。 MP ふりかけのサイズが200から220になった。安全地帯パワーアップ。
安全地帯の回復効果がパワーアップ。ほっほっほっ。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけて、ミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに、次の目標は1550人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。頑張っていこう。勉強好き僧侶なよね、バッチ。すごく好き。二人は手助け2を覚えた。手助けする確率と効果がアップ。一緒にやろうよ。はい、続けます。お、なになに？誰？ミラさんとリミちゃんや。はい。あ、仲直り？仲直りします？結構早かったけど、今回。リミね。何？仲直りしよっか。うん。あっという間に、ムカムカ終わり。ついさっき喧嘩したばっかりやけどね。ミラを許した。リミネを許した。さあ、それじゃあ。料理、まあ、2つだけやけれども、お、間違えた。十字ボタンを押したつもりだった。はい、食べるのはゆかさんとフィッコちゃん。死んでる。そんなダメだったか。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。ボロボロのコーデ。ボロボロのコーデ、誰の服？え、誰の服？全然予想がつかないんだけど。コーデ？全員。景品ボロボロのコーデゲット。あ、さっちゃん。なるほどね。はい。それでも、笑顔だけは全力で。いいと思う。黄色でいこうか。そしてお小遣い多少稼げたけどどうでしょうか。はい、フィッコーちゃんウェディングブーケ。いいね、ウェディングブーケで戦う。かわいい。いいと思うよ、ウェディングブーケで戦うキノコ。え、でもさ、なんか昔さ、ウェディングブーケで戦いやる、なんかこう、美少女戦士的なものがあったことね。あの、ウェディングピーチ。あれめっちゃ好きやったんやけど。わかるかな？お、ミラーさん。そして、くるみーん。メグちゃん。はい、この4人で行こう。は、宝箱までは伸びていかなかったか。お、クイズマンがおった。ふふ。行くか。仲間に入れてほしい。大丈夫、今はちゃんと仲間だから。あなー、ちょー。でもパチュリーがおったけんまだ助かったかな。これでおらんかったらね、3人になって悲惨やったけど、人数的にはいつも通りの人数やけん。ミラが仲間から抜けた。やでやでおうねー。いつも思うけど、なんか落とし穴さ、出発してすぐのとこにあるよね。えって感じじゃないけど。あ、パチリもちゃんと前の方に出てくるんやね、走りやるときには。スノーマン、さあ頑張れ。いいぞいいぞ、余裕だね。結構本当に余裕やったね今。よし。おー、よきよき。勝利。お、めぐちゃんレベルアップ。雪だるまミルク、あのカップが欲しいです。中身はまあ普通にミルクやろうけん。めぐ待って、 HP バナナを取り出した。
じー。半分あげる。かわいい。え、でも体力満タンじゃない？違うの？おいしい。半分こするとか仲良しだな。戦闘中だけじゃないよね。大丈夫？風邪ひきよる？こういう国やけんしょうがないけれども。はい、来たよ来たよ。力を貸すよ。あ、そっちの2人ね。真ん中入るかと思った。あ、いいぞいいぞ。結構この辺楽勝やね。むしろキョンとかの方が手強かった気がする。わあ、まあピョンとかの場合は弱いやつは本当に弱いけど、強いやつはね、向こうの、まあ、攻撃力も高いけど。おお、いいぞいいぞ。消滅、パニッシュメント決まった時めっちゃ気持ちいいよね。超良くない？お、レベルアップ。旅って勉強になるな。このメンバーと行って勉強になる？これ両方お宝やん。ということはどっちにしましょうか？こっち下行きます。猫飼いたいな。逆にね。何の逆？クルミン的には逆になるの？お、990ゴールドゲット。これでまた誰かしらに何かを買ってあげられるんじゃないかと思うんだけど、どうだろうか。足りんかな、まだ。結構高いもんね。おーっと、4組好きレベルアップしたよ。おめでたい。かなり好き。2人はハサミ打ちを覚えた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き大ダメージを与える。ちょっと気になる。2人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。好きかも。2人はあげるを覚えた。相手が回復物を使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。めっちゃや。結構気になる。2人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？みんな心優しい子だね。お、どうした？さっちゃんの部屋に行きたいな。オッケーオッケー、さっちゃんね。ということで、はい、さっちゃんのところへ。思い出を熱く語っている。何あれ、死にそうになりながら宝物をゲットして宿屋に戻ったと。面白い。死にそうな思いをしていた時があったのね。それでもお宝は持ち帰りたいってことや。意地が張ってるな。さあ、これはミミちゃん、クルミン、メグちゃん。いいね、みんな満足や。まあミルクだからね。なかなかこう嫌いな人もいないかと。はい、ゲームコーナーでルーレット。明かりの杖が欲しいです。これ誰の？これはミミちゃんか、キャンディーさんやと思うんやけど。お願い、止まって。あー、止まらなかった。HP バナナ、 HP バナナを1本ゲット。はい、そしてお小遣いは誰かにあげれるかしら。ハートのステッキはちょっと無理。あー、カリノスも微妙に無理。キャンディーさんやったよね。なるほど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。みんななんか結構お腹が空いとるみたいやね。まあ、料理が少ないから、それはしょうがない。